キス,はスイスの鉄道車両メーカーである、シュタットラーレールが展開する2階建て電車のブランドである。計画時は、ドーストのブランド名で呼ばれていた。2008年に、スイス連邦鉄道との間で、車両導入の契約が成立して、以降、2016年の段階で8カ国に242編成、1145両が導入されている、高い収容力を持つ2階建て電車。 車体は軽量かつ頑丈なアルミニウム合金を採用しており、扉は都市圏での使用を考慮し、両開き扉を採用している。最高速度は時速 160km で、編成は最短2両、最高8両編成まで対応している。また、顧客の要望に応じたカスタマイズも可能で、着席定員数も最大1000人まで増やすことができる。 特に旧ソ連各国の鉄道路線に導入された編成は独自の仕様となっており、キッスユーラシアとも呼ばれている。また、並行してインターシティなど、都市町を距離運用に適したキッス200と呼ばれるブランドも展開しており、車内にカフェスペースが設置されているほか、最高速度も時速 200km に変更されている。なお、名称のキッスはドイツ語で、快適。 革新的、高速な都市近郊列車という意味である。スイスチューリッヒの S バーンをはじめとした各地の路線へ向け、スイス連邦鉄道は2008年4月と2014年4月に6両69編成、2010年4月には4両24編成の発注を行っており、さらに2021年には従来の契約のオプションを行使して6両60編成を発注している。 スイススイスの私鉄である BLSAG が運営するベルン近郊の S バーンへ向け4両編成31本の機室が導入されている EU 諸国の鉄道車両における安全基準として2008年に制定された案15,227に基づき上記のスイス連邦鉄道向けの編成から全面デザインが変更されているドイツベルリンやブランデンブルク州で 地域輸送を行う東ドイツ鉄道は2009年12月にベルリンパンコークにあるシュタドラーの工場で製造されたキッスの導入を決定し2018年8月現在4両編成16本が在籍している自転車を使う利用客を考慮し車内には自転車用のスペースが設置されており全面は安全基準案15,227に基づいた設計と なっている。2012年に最初の編成が完成したが、ドイツ連邦当局からの承認が遅れ、営業運転開始日は2013年に1月8日となった。ドイツドイツ北部で旅客列車の運用を行うベストハーレンワーンでは、2018年8月、現在6両編成13本のキッスが営業運転に用いられている。2013年2月に同じくシュタトラーの 鉄道車両であるフラートと共に発注が行われ、営業運転開始は2015年12月である。一部の2階席は優等座席になっているほか、車内には自転車収容スペースも設置されている。ルクセンブルク2014年12月からドイツ国境を越える国際列車として、ルクセンブルク国鉄が所有する3両編成のキッスが営業運転を開始した。 当初は8本が導入されたが、同年新たに11本の追加発注が行われ、それらの増備車については、優等座席数が増加している。ルクセンブルク国鉄とドイツ鉄道双方の電圧に対応した副電圧車となっているのが特徴である。アメリカ・アメリカ・カリフォルニア州で通勤列車を運行しているカルトレインは、環境対策や高速運転を目的に2016年に、 それまで、非電区間であった路線の電化計画を承認し、合わせて、新規に導入する2階建て車両を下ドラーレールへ発注した。車体の安全性やバリアフリー設備は、アメリカの安全基準に合わせて設計されており、自転車通勤車の需要に合わせ車内には自転車を置くことができるエリアが設置されている。また、低床式プラットフォームに適用した扉が一階部分に、 増設されている。編成は4両編成、営業最高速度は時速1 7 7トルで2019年から16本の製造が予定されている。スウェーデイのトランス2018で展示された車両2016年6月20日、シュタトラーはスウェーデンの交通機関運営事業者であるマラブとの間で4両編成33本のキッスを 製造する契約を結んだことを発表した。当初は2015年6月に受注が確定していたが、競合他社からその際の入札内容に関して意義が唱えられ、裁判の結果それが却下されたことで改めて契約を行った経緯を持つ。最高速度は時速2 0 0トルでスウェーデンの気候に対応した体感仕様となっている。2018年6月27日に、 最初の編成がストックホルム中央駅で公開され2019年から営業運転を開始するハンガリードゥナケ市客車工場で出庫されるハンガリー国鉄815系電車2017年4月12日にシュタドラーはハンガリー国鉄との間で6両編成6本のキスを製造する契約を結んだことを発表したこれは ブダペスト近郊の鉄道需要の拡大によるもので、ハンガリー発の2階建て電車となる。着席定員数は600人。最高速度は時速 160km で2019年の運行開始を予定している。また、契約内容により、ハンガリー国鉄には最低10編成の購入が義務付けられている。オーストリアウェストバーン鉄道で運用中のキッス200。 オーストリアで都市間列車を運営している列車運行会社であるウェストバーン鉄道では営業開始時から全列車に長距離向けのキス200を導入している。ドイツメンテナンス費用の高騰や利用客に比べての車両数過剰などの理由により上記のウェストバーン鉄道が導入したキス200は全車ドイツ鉄道へ譲渡される。ドイツ鉄道ではインターシティに使用されることになっており、 2020年4月からドレスデン・ロストック間で営業運転を開始する予定である。ロシア連邦、ロシア連邦で空港連絡列車を運営するアエロエクスプレスのうち、特にモスクワ郊外にあるドモジェドボ空港とパベレツキー駅を結ぶ系統は2013年の段階で年間1700万人近くの乗客が利用し、空席を見つけることが困難なほどに混雑していた。 しかし、路線の過密ダイヤの影響で列車の増発は難しく、現在のサービスの維持が課題となっていた。そこで、アエロエクスプレスはより多数の乗客を輸送することができる2階建て電車の導入を決定。複数企業による入札の結果、それまで欧州各地に展開していたキッスの実績などが評価され2013年5月に、 シュタットラーレールが6億8500万ユーロで契約を獲得した。欧州各地の鉄道路線に比べ、ロシア連邦をはじめとしたソ連国鉄を由来とする鉄道網は線路幅が1.520ミ、mm、リメートルと広いだけではなく、建築限界も大きく、気象条件も異なる。それに適応させるため、シュタットラーは新たな設計の2階建て電車を用意することとなった。 これが、キスユーラシアである。なお、ロシア向けの車両については、キスラスの名称でも呼ばれている。編成は4両編成と6両編成が存在し、最大3編成まで、総括制御が可能である。また編成内の電動車は制御車、付随車と比べて全長が短い。車体はアルミニウム製で、軽量化とコスト削減が同時に実現しているほか、 ロシアの気候に合わせ引く摂取50度の低温にも耐えることができる構造となっている。営業最高速度は時速 160km、設計最高速度は時速 200km である。車内は多数の乗客に対応した構造になっていることに加えバリアフリーや安全性にも考慮した設備となっている。また Wi-Fi 通信にも対応している。2014年に 最初の車両が落成したが、後日のルーブル暴落も含めたロシア連邦の経済情勢の中で導入が遅れ、2017年10月から、キエフスキーブヌーコボ国際空港間で営業運転を開始した。同年の11月からは、当初の計画路線であったドモジェドボ空港パベレツキー間でも使用されている。最初の3編成は、スイスのアルテンハインの工場で、以降の編成は、 ベラルーシミンスクの工場で製造が行われている。なお、アエロエクスプレスに導入された編成については、エッシュに系の形式名が与えられている。アゼルバイジャン、ジョージア2014年以降製造が行われたキス、ユーラシアであったが、2014年に起きたルーブル暴落の影響により、アエロエクスプレスは、 新車導入代金のうち42億4.00万ルーブルが支払えない状態に陥り、最終的に交渉の末一部編成の導入をキャンセルすることとなった。その後、これらの編成については、旧ソ連と同規格の路線網を有する他国への販売が検討され、最終的にアゼルバイジャン鉄道とジョージア鉄道が購入することとなった。 そのうちアゼルバイジャン鉄道は2015年初頭に、アンニ型として4両編成5本を導入する、契約を交わし、同年に開催された2015年、ヨーロッパ競技大会に合わせて6月からは空、スムガイト間で営業運転を開始した。最高速度は、時速160キロメートルで、塗装は白を基調とし中央部に、黒の帯が描かれたものに改められている。一方、 ジョージア鉄道には GRS 型という形式名で4両編成4本が導入されており、2017年からトビリシバトミカンで営業運転を開始した。こちらも塗装がアエロエクスプレスから変更されており、ジョージアの国旗を基調にしたデザインになっている。ありがとうございます。